いやー切ない、二人の関係がピュアすぎるせいで余計切なさが増してる。ごめん、結構シリアスな時だったのに委員長の走り方に笑ってしまった。運動苦手なタイプなのかな。ゾンビか小川先生、やっぱりお前らできてたんか。いや学校で別れ話すんなよって突っ込みたかったけど今はそれどころじゃない。高一が先生に何かやったの意味わからんかったけど、あれ何超能力。このセリフがとにかく苦しい。こんなに幼くて可愛い妹弟もいて、また新しい兄弟増えるかもって時なのに、実は高一がすでに死んでるって知ったら山だけのみんなどう思うんだろう。ビールの下り、切なくて切なくて震える。チェリマホ、美しい彼、みなショーなど、今までたくさん BL ドラマ見てきたけど、これらの作品はどんなに悲しい展開が来ても最後はハッピーエンドを迎えるに決まってるだろうと信じられたから、見ていてそこまで悲観することもなかった。でも今回は違う、今回は違うんよ。どう考えてもエンディング映像のようなエンドにはならなさそう。最終回近づいたら本気で病むかも、てか見れないかも。すでに死体でボロボロの体を見せて、高一が先生を説得するシーンはグッときました。生きるとは何か考えさせられます。先生たちは何度だってやり直せるし、たとえ別れたとしてもお互いの幸せを願うことができる、生きてさえいれば。でもミツルと高一にはそれがもうできなくなるかもしれない。いつ高一が完全に死んでしまうか、まだ誰もわからないけど確実にその時は迫っている。ずーっと気になってたんだけど、相関図の高一とお母さんの間にある子で、これ何なの。高一ママ実はえげつないくらいの毒親なのかなって思って、初登場時からそういう目で見てたんだけど、そんな様子全然ないくらいめっちゃいいお母さんだから、逆にもっと怖くなってきた。というわけで高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。